ビリビリチャンネル。はいはい、今日2本目。これや。コーナーはフィルプラム。有名やんな、コーナー山って。ずっとめい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 言ってたとこです。はい。ここ実は2本あって、うん。コーナー山フィルプラムが、三原市に、うんうん、なんていうんですか、あれ。なんか、売店道の駅みたいな、うん、お手洗いもあるような場所があって、はい、その買い物ができる場所がゴールなんですけど、そこまでが、まあ、約2キロ、うん、7.7% で、それまでに1回分岐あって、はあはあ、その右に分岐したら、めいめい牧場。うんうんうん、ああ、めいめいに上がる道が、そう。あれ何 ?600 で ?12% みたいな。600で 12% や、うん、分岐からやから、結局ここから登ったら1キロぐらいあるんですね。うん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 、1キロあって、そう、めいめい牧場って書いてあるやん、ここに。そうね。これ、これが1キロで、まあまあな、多分。うん。めいめい牧場のその駐車場はさ、うん、あれです。夜景、夜景の星、星スポットになってる。そうなんや。あれ、天の川が見えんの。そこで？うん。で、天の川が見えるね。俺、夏、もうすぐ夏。そう、女くどくんだ、多分、ここっす。女。星を見ながら、星よりお前の方が綺麗だぜ、とか。くどくんやったらここです。あ、らしいです。毎回言ってるところって、だいたい佐渡作るところだよね。恐怖を覚える佐渡のところ。もう、でもそれ言うと足あそこも行きたくなるわ。岡山。もう思い出したと思うし、行きたくなる。行きたくなる。行きたくなる。ベルギー行こうよ。ベルギー景色でしょ。ひまわり見に行った時だな。そうです、そうです。天津だから。ああ、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 でもいいやん、ちょうど抜けるときにさ、うん、シャドウちょっと緩くなるからさ、うん、滑るね、滑るやつで何パーぐらいから激坂って言う、言っていい？ 15から感覚でいい。の基準は私の基準、うん、20ぐらいじゃん。激坂やろ、激坂やろ、激坂やろ。25ちゃう？25何言ってやばい。いや、きついなぐらいやけど。その一般人ってな、もう 10% 超えたら激坂やん。いや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 、奈良に住んでたら 10% はさ、結構ない？奈良に住んでたら 10% 超えたら激坂のことさ、激坂って言う。これすごい激坂ってことなんか濁点つけへんねんと思って。こんなに言ったことないけど、激坂っていうタイプなんやと思って。どこを拾うの？スネさんはどっちのタイプですかね。激坂っていうタイプですか、ちょっと激…関東じゃないんや。激坂っていうタイプなのか、激坂っていうタイプなのか、ちょっとコメントをお待ちしてます。どっちが正しい？正しい激坂って、いや、そもそも造語じゃないんですか？あるんですか、その単語。ほな、まあ別に。原さんのどっち派かなーって思って。言いにくいよね、元気さかーって。面白いな。言い方なんかでもいいんですけど、え、元気坂は結局 25% なんですか？え、25じゃない？もう、元気でしょ？もう元気坂やろ。元気やで、元気。元気的やねんで。元気の下は何なの？待って。元気の下は何？ただの坂っすか？坂。
小魚。 20% までは普通に魚やん。普通じゃしんどいけどな、 20% がどれぐらいか分からへんやん。やば、うまいな。あ、分岐、あれを右に行ったらめめです。これ今はどっち？今はあの小山、うん、はい。あ、取ってこれでもマジで動画じゃわからん。なんか今さ、これ勾配自由あるけどさ、え、うん、舗装されてちょっと楽かもね。せやで、聞いて、なんか筋トレとか朝練とかめっちゃしてさ、あ、言うの忘れた、見て、なんでチップ入ってんの。これ借り物ですね。なるほど、飛び道具。借り物で買ってん。飛び道具じゃないですよ。ええやん。そうそう、なんかもうここまで来るまでもすごい快調に飛ばしはって、なんか一人でなんか逃げ切ろうとしはるから。してないよ。タック合戦とか始まるし。してない、してない。いや、今日は朝から走ってるからな。いや、まあ。そうやって80歳まで生きていくんでしょ。せやな、あんた今日何キロも走ってとか言ってあんただって登ってたやないのとか言ってそんな会話すんの。リアルリアル。今度休みはあそこ行こうか。そうそうそう、元気なばあちゃんやな言ってニアン健康的で。いや、ほんまになりえ、じゃあ80まで乗ってたらいいな、うん、80まで YouTube やっとこう、やっとこやっとこ。え、寝る人寝る人大丈夫れてあれもう終わり？あそこで終わりやん。嘘？一瞬やん。一瞬やなとか言い出した。ちょちょ、やばない。筋トレほんまに終わりっすか？筋トレとこそれんやん。ほんまに終わりっすか？全然こそれしてなんて。じゃじゃじゃ、ほんまに終わり。だってもうあそこさ、左手さ。着きたー。着いたよー。景色もいいね。うん。いいでしょ。こんだけ頑張って登ったんやって思える。そうそう、景色はええよね。なんかね、私一大峠よりあっという間だった気がするんだよ。一緒ぐらいよね。一緒ぐらいでしょ。でもシャドウこっちの方がちょっときつい。きつかった。そんなことばかり喋ってたからかな。せやな。おしゃべり重要ね。ああ、それも言えてる。だから、一人で黙々と来たらちょっと結構。うん。あれやけど、まあご褒美があるから。ご褒美ある。で、すごいな、こんなに登ってたよね。登ってました。もうめっちゃあるやん、日本って。すごいよな。続いてはめいめいです。ほな、次、めいめいとか。行ってきまーす。あー、頑張るわ。チャンネル登録と高評価